ラトゥーンに限りませんが、ゲームの開発はなかなか大変な仕事です。お客様は出来上がったゲームの世界やキャラクターやゲームプレイなど、細部まで磨き上げられて完成された状態をご覧になられますけども、そこに至るまでには数多くのアイデアや工夫や試行錯誤が追い込まれています。ゲームはよく映画などのアートに例えられますけども、私自身は工業デザインのような側面を持っていると考えています。設計図を描いて、一つ一つの部品を精巧に作り上げて、それらを組み上げて完成させます。ゲームを V&A の展示のテーマに選んでいただけたことは、ゲーム開発に携わる人間としてはとても光栄なことです。V&A ミュージアムからスプラトゥーンの展示をという話をいただいたときに、最初に思ったことは、ゲームの結果だけを展示するんであれば、我々いつでも任天堂としてはあまり前向きには考えないんですけども、今回はゲームを作るプロセスの中でいろんなことが行われてて、いろんな我々がことを考えているということも含めて展示されると聞いたので、今回の話をお受けすることにしました。このビデオは宮本に、開発中のスプラトゥーンを遊んでもらって、ここから先開発を進めていいかどうかのジャッジをもらっている、そういった場面ですね。宮本はスーパーマリオだとかドンキーコング、ゼルダの伝説のような任天堂の有名なタイトルを手掛けている、人なんですけども、僕にとってはこう手強い上司でして、遊ぶ人の視点に立っていないような独りよがりな考え方だとか、あるいはその十分に考えが練り込まれていない、アイデアが不十分であるっていうものに関してはすごくこう見透かされて、それではダメだっていうふうに指摘をされてしまうので、これはスプラトゥーンのもうごく初期のプロトタイプの映像ですね。見てわかるように、まだ全然そのキャラクターも乗っていなくて、キャラクターに当たるものはこの四角いキューブですね、豆腐って呼んでたんですけど、キューブでして、全然そういったゲームの世界とかっていうのは全く作ってなくて、まずそのゲームのシステム、ゲームの遊びの核の部分から僕たちは作っていきます。でここから遊びを突き詰めていって、遊びがだいたい固まったところでデザインをつけています。なので僕たちは先にファッションを着せたいとかっていう、そういうデザインを考えるわけではなくて、まずこの最初に作られたゲームの機能に対してデザインをつける、それをこう繰り返してきて、最終的にこのファッションをプレイヤーに着せるということにたどり着いたんですね。これは任天堂では割とよくある開発手法でして、僕らはそのまず、ゲームの機能をしっかりと設計して、そこにそれから、機能がしっかり固まったところで、それに合わせたグラフィックを載せると。もちろんここから実際に製品に至るまではまだまだ苦労を重ねたきゃいけなかったんですけど、こうその苦労がすごく思い出されるというか感じがしますね。大変なんですけども、とてもやりがいがあります。いろんな国を訪問した時に、スプラトゥーンのファンの皆さんが真剣にプレイされている姿や、楽しくプレイされている姿、それからキャラクターやファッションといった世界観を楽しんでくださっている姿を拝見するたびに、本当に頑張ってきてよかったなって感じます。スプラトゥーンの開発スタッフ全員が自分たちが作り上げてきたものをとても誇りに思っていまして、そんなスタッフと一緒に試行してきたプロセスや試行錯誤の一部を今回 V&A で紹介できることを本当に嬉しく思っています。そしてこの展示を見に来られた方々に、スプラトゥーンやビデオゲームの素晴らしさを改めて実感していただければ幸いです。